第2回、時空少女ピピ、番宣番組、イエーイ、イエーイ、よろしくお願いします。この番組は、公式の、タイムトラベルアイドル時空少女ピピの YouTube チャンネルにて投稿されております。役者の各役者のパーソナルな部分に触れて、もっともっと時空少女ピピの世界を楽しみに待っていただけるような番組になっております。今回、脚本演出、そしてトール役、そして今回の番組の司会進行を務めさせていただきます、星達也です。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。お願いします。はい。そして、どうぞ、みほさん。あ、はい。はい、時空少女ピピのピピ役でやらせていただきます。みほりんこと、高槻希望です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、ポル役の日の上あかねです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。カナ役のさくんとです。よろしくお願いします。お願いします。では、ルプス役の大石マリアーノです。よろしくお願いします。お願いします。コップ役の小室正也です。よろしくお願いします。お願いします。ユージ役の坂本誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。皆さん、2本目感出さないでおきましょう。実は、まあ、裏話をもう、ドア玉からさせていただくと、この1個前にね、1時間ほどの、フルーツ TV の収録後になってきてるんで、特にマリアの、そういう顔すんなよ。何すか日本ピーチも、すごいずっと、元気元気緊張するみたいな感じだったのに、なんか、2個目はちょっともう慣れちゃった。もう俺慣れ、もう撮影したことあるんで、っていう顔してる。適応力が高いです。なるほどね。ありがとうございます。この番組ね、もう先ほども言わせていただいた通り、もっともっと時空少女ピピを楽しみに待っていただけるような、役者の各々のパーソナルな部分に触れていこうかなと思います。で、P には、さっきと内容重複してもいいよって言っていただいたもののこれもプライドとしてさっきとはやっぱ違う内容がおー、はい、僕はいいんですよ個人的に、はい、で今ノープランでやってるんです何か、はいはい、何かこういうことありませんか、まあ、これ稽古も一緒なんですけど、うん、演出家っていうのは僕今回演出も担当させていただいてるんですけど、うん、演出家っていうのはもう役者から出てくるものをどう調理するかっていう仕事なんで、うん、皆様からのアイディアを募って、うん、じゃあこれでお話ししていこうっていう何ですか、マサヤさん。いや、何もネタねえぞーと思って。何もネタねえ。いや、もう本当にパーソナルな部分でも、うん、クルーズ TV を見ていただいたら、もうこの時空少女ピピが いかに楽しいものかっていうのはもう、うん、もうめちゃくちゃ伝わってると思いますので、はい、ここはもう役者がメインに、個人的にメインになる。うん、うちら。うちら片言メインになるような、ちょっと番宣したいんですが、はい、どうでしょうか。何か意見がある方。意見なさそうですね。意見早い終わっちゃうから。意見時空少女ピピが楽しくなるような。なくなるような。なるような。あ話題、はい。でもやっぱそのこの時空少女ピピのやっぱ良さであるライブシーンが、うん、あいいですね。本当にかっこいい。それこそ前も言ったかもしれないんですけど、フレアの衣装を。私がちょっと軽く、まあ、わがままじゃないですけど、プロデュースみたいな。ちょっとさせてもらったんですよ。けど、その初めて主催をやるもんだから、本当はそれって、星さんが担当するべきじゃないですか。いや、だから本当に私、謝って、ごめんなさいと。クレアとアポロとイブキの衣装を、こっちでガヤガヤやらせてもらって、すいませんって言って星さんに謝ったんですけど、本当すいません。だから俺あの日何が起きたのかなってずっとその衣装団そっちのアイドル組のあの衣装、はいはいはい、まあ、今回主催っていうこともあるし、はい、ほとんどよく分かってない方がいらっしゃる、まあ、よく僕もやってて聞かれるんですけど演出って何やってるのって俺結構聞かれるんですけど演出っていうのはいわゆるよく例えてるのがまあ映画で言った監督みたいなことでまあ衣装を決めたりとか音楽を決めたりとか照明を決めたりとかまあ全部する人なんですけど今回そのアポロフレア組の衣装を結構回してくださってたから ありがたいなと思って僕は個人的に思ったんですけどある日を境にごめんすいませんアポロとかその勝手に衣装決めちゃって何が改まってだから裏でなんか炎上僕今回炎上がなんか余計なこと言ったんかな、はいはい、怒られた星さん裏で切れてますよみたいなこと言われたんだ急にあったんだよ何も聞いてないんですけどやっぱ分かんないから主催始めてたし、うんうん、立ち上げたのもそのミスター T が、うん、まあ、主催を、まあ まあ、やろうってなって形でこう動いてやっぱその衣装とかってなんか
私が決めるものじゃないなって思ったけども、うん、その始めちゃった当初はやっぱそのある程度メンバーが決まってた上で、うん、その衣装とかをちょっとこういうのがいいよねっていうのを話してて、その神木沙羅ちゃんとかに、うん、そうだからちょっとフレアとアポロとイブキの役はもう絶対にこれがいいっていうのは自分の中であったんですよ、うん、だからちょっとまあかっこいい可愛く多分ファンの方も喜んでくれるんじゃないかなっては思ったんですけど、あとはもう全部もう星さんに任せて星さんに任せて、みほりんがそのテンションだったら俺本当に悪いやつ、いやいやいや悪いとかじゃなくて分かんなかったんです、うん、だからその主催ってどういう立場で見たらいいんだろうっていうのはすごく悩みました、うん、けど今回それこそ、うん、あのアポロがライブシーンの振り付けとか練習、うん、まあ、稽古してるとこを見て、僕本当に勉強不足で申し訳ないです、あんまりアイドルのイベントとかって行ったことなくて、はいはい、で、なんか本当にこれは申し訳ないですけど、まあ、何が楽しいんだろうなっていうぐらいの感じだったよ正直な話、正直な話、結構僕は本当に申し訳ない、申し訳ない、僕の最初の印象です、はい、けどもうそのやってもらうには稽古の中でやってもらうじゃないですか、全部気持ち分かりましたねあれはこれ振りたくなる、はい、これ、これめちゃくちゃ振りたくなってる、なんか演出家の顔から踊ってる時普通にファンの顔になってる。オタクじゃないですか。うわぁ、踊ってる。すげぇ。みんなアイドルとかって詳しいんですか？アイドル好き。アイドルさん。あ、昨日、あ、やば。やばい。やばい。え、アイドルオタクっぽいのに。さっちゃん、アイドル。さっちゃん、アイドル。全然、なんか、うん、友達とかで、うん、アイドルやってる子はいるんですけど、うん、でもまだ一回もそういうライブとかも行ったことないし、うん、あんまり詳しくもない。でも盛り上がってたよね、こうやって。やってたやってたいや、あれね、楽しいんですよ、ね。今回もライブシーンも盛りだくさんなんで、いや、これはもう気持ち分かっちゃう。なんか、噂によると、ね、兄さん、和田兄さん、もう結構なアイドル通っぽいの、すでにアイドル通情報が、聞いてますね。コールしすぎて脳潰したことがあります。ライブで。ガチガチのね。勉強不足で、これも申し訳ないですけど。コールというのはいわゆるあのまあ愛の手みたいな感じで、ね、愛の手曲に合わせて愛の手みたいに、うん、歌詞が出てきてそれに合わせてこっちが愛の手入れたりとか、曲の感想とかでオタクっていうかファンがフロアから、うん、あのいろいろワードわーっていやもっと結構がっつり長いもう文章決められてちょっと、いや例えばこれあのあるんですよ、本当にこういうのがあったらもう公式で出しちゃって実際にその本番中やっていただくっていう、もしやるとして今俺こう考えたりはできないから、いやなんかそのこういう感じやっぱりよく聞くやつ、あ、よく聞くやつ、こうタイガーファイヤーサイバーとかやってきたけど、トラヒーとかで、そうけど今はやっぱ声出せないから、お客さんが出せないから、もしやってくれるとしたらやっぱうちらが声出さないと袖からファンの方もやっぱ一緒にこう燃えこうねおーってならないから、だからちょっとね、声出して俺やって見てる人にこいつにわかじゃんって言われたらどうしよう。にわかじゃんって言われたら認めましょう。プライドを捨てる。大体のボリュームで全然。結構本当に張って普段はやるけど。普段はあるだ。よく聞くのは、あのこれ順番が俺ちょっと曖昧なんですけど。タイガーファイヤーサイバーダイバーこいつ言う感じびっくりしょ普段そうやし普段よりどのトーンで言ったらいいかが分からん、もう一回もう一回どう順番タイガートラヒー人造繊維アマシンド合戦っていうのがあって、これを全部英語にしたバージョンもある、おーで順番どうだっけ、もうなんとなくで言ってるから、タイガーファイヤーグリーンでしかもう頭の中で順番がとか、トラ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 ヒーっていうこれを全力で叫びます、やりてー多分俺マジで袖で本気でやるかもしれないです、やってほしい、本番多分だから多分ライブシーンの稽古とかしてる時にここあれかなとか考えながら見てるかもしれない、じゃあそういうのがあれば、うん、あの演出通していただければ実際にあと本当にそのあ音作っちゃってもうそのコール考えられる人だったら俺はまだできないですけど、そのコール考える人だと歌詞に合わせて空いてる部分でこういうワードを入れたらいいんじゃないかとか作れる人は作れるんだけど、今回僕も初めての三刀流なんですよ、脚本やって演じちゃって、うん、で僕も新しい壁をぶち抜いたんですよ、コール考えれない人とかじゃなくて一回考えてみて、やっもう今じゃあ決まりですね、これはこれはちょコール監修小室和也、コール監修決まりました、おめでとう、
稽古が気抜けないところが増えたぞ。本当にね、もうくだらなかったら全カットになる。ライブシーン俺楽しめねえな。いやもうこの場で言っちゃったから。この場で言っちゃったやるって言ってねえから。じゃあやるって言ってもらっていいですか。お願いします。お願いします。うわやばい、トラトラトラ、怖っ。嬉しい。じゃあレコーディング連れてくわ。レコーディング一人増やしましょう。そうか、そうか、そうか、すごい。1日なんで今は空いてるな。もうノート持ってくか。すごい。たくさん書いてもらって。マジな目で見ながら。いや、新しい。できるだけやってみます。じゃあ。できるだけよろしくお願いします。やべ、オタク仲間にいろいろ聞いとこう。なんかそれで言うんだったらやっぱり変わる進化っていう意味では、今回だからということマサヤさんそうですけど、俺ももう新しいとこ。なんか皆さん挑戦しませんか。そう。なんか今回新しい挑戦じゃないけど、やっぱり攻めていきたいじゃないですか。なんか今回やったことないけどこういうことをやるみたいな。けどまこちゃんはもう金髪にもして、はい、もう終わっ、挑戦、いやまだ挑戦ありません。まだ、ええ、どんな挑戦なの。なんかまあ舞台上で、うん、じゃあまあ全員の名前言う全員の名前言ったりとか、まあそれもあるし、役名じゃなくて本名言われると困るんで、いろんな名前ね、呼んでない名前の人が何人かいるからね。もしかしたら俺あんまり呼ばれないんだよな。みんな一人一人呼ぶ。問題です。葵役の方のお名前は何でしょうか。神木さらちゃん。おお、名前は逆に王ってなるほど、すごいとっさになるの。ただあのあだ名で何ぽん何ぽん何ぽんみたいな、もう確かにぽん何人かいる、何ぽんみたいな。なるほどなるほど。さっきぽん、あれ似た名前があだ名がいっぱい、似たあだね。やっぱ40過ぎるとポンとかなんかそういうのに弱くなってきて、ポンとかに弱くなってくる。なんかポンとかパンとか、パンは言えない。ポンとかパンとかなんか弱くなってきて、なんかこう似たような脳で処理が全くできなくなってしまって、だからもう最終的に最後まで多分覚えれないと思いますが、言い切ったの。まあ役名とかは、まあもちろん役名ね、役名とか、まあその人の名前はわかるんですけど、そのあだ名のね、あれ何ポンですかみたいな。全部ポンが入ってます、ね、私もポン入れますみたいな。全員ポンにしたら、全員ポンにしたら、そうすると収集つかなくなる。みんなポン、最終的にポンしか呼ばなくなる。いやー、でも、でもまあ脳がね、なんか追いつかなくなってきて。いや、今回の坂本さんの挑戦は脳を追いつかせる。脳トレみたいな。脳トレみたいな。じゃあ、マリアの今回は何を挑戦するの。あ、そうですね。今回、ルプス、アクションシーンが。なるほど。まだ、ちょっと伊吹さんがまだ、来れてないもんで、まだ本格的にはやりたいんですけども、僕自身ね、アクションがね、本当に養成所出て以来は、あまりそこまでできてなくて、もう、なんで本格的にやった時期やったらもう2年くらいの感覚があったんですよ。なので、まあアクション、やっぱりかっこいいところ。ああ、なるほど。アクションでファンを魅了するっていう。ボディーガードっていうのは、それはいい。今回、ピピたちのボディーガード役なんで、やっぱ、もう強いのがいるんですよね。めちゃくちゃ強いのがいるので。見た目だけやん。なのでちょっと。今ちょっと、まさやさん、コールのことで頭いっぱいだから。だったら大変か。まだ考え始めてないから。まだ大丈夫。まあ、そういった意味で、アクションで何か見せられたらなと。まあ、それが、今回のルプスの見せ場だと。なるほど。俺と戦うの？いや、もう、でも、今回、ルプスはやっぱり、めちゃめちゃ震えてる。緊張してる。頑張ります。今回の、マリアーノの挑戦はアクションシーン。アクション見せる。はい、頑張ります。じゃあ、さっちゃん、何を、初挑戦というか、チャレンジ。まず舞台で。舞台そのものがもう初挑戦だから。お前よ、それよ、それよ。初挑戦がもう舞台が初めてなんで。でもチャレンジ中。チャレンジ、絶賛チャレンジ中。チャレンジ中です。本当にさっきの、クルーズ TV でも言わせていただいたんですけども、初舞台って一生残るんですよ。なんか僕も、未だに僕初舞台のことも覚えてますし、なんかもう初舞台の、それこそ第一公演、千秋楽なんて人生に本当にただの一回だけですからね。それをもうアピールポイントにしたら、もう全然ファンはもう、血まなこになって見に来る。本当にもう一回やってしまったら、もう、それは初じゃなくて、今回のさくちゃんの挑戦はもう舞台そのものということでお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて昨
私は、私は、笑うな。確かに。今回、ビジュアル撮影の日に、こう、ペル、ポル、ピピ、こう並んで、こう自分の足の幅にすごいびっくりしてしまいまして。足の幅？足の太さ、太さですか？肩幅って。もう、足の太さ。開きか。開きか。だからその本番までに、私もう言ってるんですもん、エステに通いまくって、人さら、人さとか言うな。なんか自分でできるエステみたいなのあるんですよ。そこで私はもう毎日はもう打ったんですよ、週3ぐらい。週3になると大半分ぐらいもいいからですよね。でも1時間かけてもう足にをこね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 しておまじないをかけてます。なのであの本番までに。すごいあのね足を、うん、アイドルの足乃木坂の足にしようかじゃ乃木坂の足にするのでぜひぜひ期待してください。なんちょっとごめん本当にごめん。何の挑戦ですか？ビジュアルを強化する。ビジュアルを強化という。あ、そうです。ビジュアルを強化。今回のじゃあ日野の挑戦はビジュアル強化。ビジュアル強化頑張りました。じゃあ最後は日野お願いします。私か。初主催とか禁止です。あ初舞台 OK だったのに。厳しいな。もうやっぱ、1回目よりも、やっぱその、なんか星さんってアドリブとか、なんかこういうシーンとか、追加させられたから、誰だろう感じる。やめる？やりたくなかった。やってるから、やっぱその、アドリブとか、なんかやっぱ1公演、2公演って見てくれる方に、あ、こういうところもあるんだっていうのと、あと、ファンの人もそうだし、その見に来てくださる方を全員寝させない。おお。だからあとみんなにちゃんと反射をすること、ちゃんと見つける。最近ちょっと目がなんかやっぱドライアイって目悪く目なんか目がちょっとそうあのあれなので、ちょっとみんなを見つけられるように。ドライアイが原因なのそれ？ドライアイなの。そうけどみんなを見つけて反射をすることと、あとはやっぱその。アドリブでちょっと楽しい場所を見つけてもらって、はい、はい、要約すると何回見に来てもいい作品に面白い作品にするということが今回の挑戦ということで、そこが一番の挑戦です、はい、よく今のから読み取れました結構いろいろありましたけどね、そういつもなら神木そらちゃんが通訳してくれるんですけど、ありがとうございます、それは演出やってますということで今回は、みおりの目標は挑戦は何回見ても面白い作品を作るということで、はい、頑張りましょう、お願いします、はい、すごい翻訳してるわけすごいですよね、翻訳翻訳ぐらい、よかった、まあ、目標で言ったら今なんか会場に加湿器をどれだけ持ってるドライアイをドライアイが締める大将それにより見つけるあそこまでまとめられる MC すごい腕がもう何でも屋さんそうね、何でも屋さん俺役者初めてよかったこんなに褒められる日が来るとはって感じで、はい、で逆に星さんはそうですよ、三刀流ですよ、もちろんこれは三刀流で、今回初めて脚本、演出、うん、出演全部させていただくんですけど、3分割、僕の100の力を 33% ずつに分配してたらそれはダメだなと、だからもう僕が目指すべきはもう 300% 出せないと、もうどこに行ってももう失礼になっちゃうんで、僕はもう自分のやったことないもう 300% の星達也をもう見せるっていうことが僕の一番の目標でございます。楽しみ、頼もしい。だから脳みそなんかもうあちこちなんかこっちでこっちでこっちでみたいな、あんまりそれ言われすぎると喋りにくくなる期待がだけどやっぱだってその演出の星達也、出てるその出演者の星達也ってことですもんね、はい、すごいな。カットしておいてもらっていいですか？恥ずかしい。いやありがとうございますのはもう新しい 300% の星達也を見せれるように頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんもお願いします、はい、というわけでそろそろお時間となりましたので、はい、最後、まあ、今回見てくれてありがとうみたいなこと、うん、自分の名前 と、役名を言っていきたいと思います。それでは、はい、はい、有事役で出演をします坂本誠です。毎回本当に皆さんも楽しませたいと思いますので、ぜひ劇場に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。小室さんお願いします、はい。今回まさかのコールを担当することになりましたここで決まっちゃったね。プラス、コップ役の小室まさやです、
この僕の筋肉をね本番までにもっともっと成長させていくのでそこもぜひ注目して見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。マリアノくん、はい、今回アクションに挑戦いたします。ルプス役の大石マリアーノです。もう皆さんを楽しませることができるように全力で取り組みます。本日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあさくんぽさん。かな役のさくんぽです。一人だけお遊戯会になっちゃったりしないように頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ日上茜さん。はい、取り役の日上茜です。もうライブシーンあり、笑えるシーン、ちょっと切ないシーンいっぱいあります。もう楽しんでいただけるように全力で、私も 300%、500% で頑張るんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ピピ役の高須野です。ご視聴ありがとうございます。今回はね、本当に前回よりもさらにパワーアップして、芸人さんもなんと8組登場してくださるので、もうそういうライブシーンもそうだし、演技もそうだし、もう全部に注目して、もう絶対寝させないので見てほしいなって思います。皆さん楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、はい、では改めまして本日時空少女ピピで脚本演出として出演、そして今回は、司会進行も務めさせていただきました星達也です。もうご覧の通りです。ご覧の通りめちゃくちゃ面白い作品に仕上がっておりますので皆様ぜひ、9月14日から18日まで池袋クツリーシアターにてお待ちしております。先ほども言っていただいた通り何回2回3回見ても絶対面白い作品になります。毎回日替わりの部分とかもありつつ、あ、今日はこんな感じだった、今日はあんな感じだったと、語り合える作品にしますので皆様ぜひ劇場に足を運んで、ご観覧いただければなと思います。本日は短い間でしたがご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。待ってまーす。待ってまーす。なんでここに